合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味。取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった。絶体絶命の中、ルフィが下した苦渋の決断、それは。自称頂上戦争、戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる、俺に力を貸してくれ。サニー号を手に入れたルフィたちは、航海者たちが集う新世界への玄関口、シャボンディ諸島に到達。この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは、島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている。必死に応戦をするルフィたちだったが、突然現れた七部海バーソロミュークマの手によって、それぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙ヶ島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは、兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベイやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍も最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結。さらにはもう一つの大勢力、オーカ七部海も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から、後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。誰が勝ち、誰が負けても時代が変わる。まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため、戦いの真っ只中についに降り立った。こいつ、麦わらのルフィだ。奥越えルーキーだぞ。なんで麦わらの一味がここにいる。いきなりかよ。慌てるな。本部の奴らとはいえただの海兵だ。お前らに構ってる暇はねえ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ディアブルジャンブフランバージュショット。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。
まずい。これだ。いつでもいいぞ。さあ、ガツンとかますわよ。任せて。一人10万よ。幸せパンチ。無駄だ。かかってこいよ。俺は負けねえからな。来いよ。切られる覚悟があるならな。竜巻。ナミさん、これが終わったらスイーツを作るからね。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。よし、行くぞ。よっ、サード、ゴムゴムのギガントピストル。じゃあな、俺たちは先に進む。俺は勇敢なる海の戦士。いきなり海兵かよ。こいつは頂上戦争のど真ん中だな。聞いてた以上にとんでもない状況じゃねえか。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ。エース、みんな聞いてくれ。エースはあそこにいる。この戦争でエースは死んだ。ルフィ、この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、俺はエースを助けたい。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。うん、どけよ。俺たちはエースのところに行くんだ。おお、麦わらの一味、揃いも揃ってどうやってこんな場所まで来れたんだい。しかしシャボンディで拾ったばかりの命をこうもあっさり捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかないと。若いね。先に行け、ルフィ。こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。好き勝手もここまでだ、麦わら。お前、ケムリ、お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。ルフィ、先に行って。行け、ルフィ。ここは俺たちが何とかする。行って、ルフィ。エースを必ず助けて。すまねえ、頼んだ。立ち上がれ、麦わら。悪いけど、私たちの相手をしてもらうわよ。ルフィの邪魔はさせねえぞ。舐めないでね。こう見えて、なかなかやるわよ。サンダーランスクーポン。これからだ。怖
ライト、ランチャー。やばいかもな。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。くらえ、ウソップパンダ。どうだ、オチエンタフルール、クロトワマード、ゾック。怖くなんてねえぞ。モンスターポイント、舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランスケンポ。やめんじゃねえよ。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺キルトリボシ。成長を実感できるほど、私の予報は100。おお、シャボンディの時とは見違える強さだ。この数日で何があったんだ。手下でこれなら船長はもっと危険なのかね。船長を逃がすためとはいえ、お前たちで相手になるかね。光だろうが何だろうが切れない道理はねえんだよ。俺のビームの方が強いってとこ見せてやるぜ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。よし、行くか。急凍流アッシュだ。一武器したね。効かねえな。フランキー、ラディカルビーム。ちょいと困ったね。二刀流、よい。まだ終わってないんだね。クソ、違う。打ちのめしてやるよ。フランキーキャノン。
しり肩をつけるとするか。塩ビマヨネーズ鬼っときた。まだ終わってないんだね。オルサリーノさん、麦わらが湾岸にたどり着きそうです。参ったね。仕方ない、ここは任せたよ。待ち上がる。海賊風情がこの海軍本部で好き勝手できると思うな。ここは通さんぞ、麦わらの一味。邪魔だデカブツ、三枚に下ろすぞ。こらパワー勝負なら俺様の出番だ。スーパー任せろ。竜巻。パーティーテーブルキックコース。まだまだ。ぶちのめしてやるよ。遠慮すんなよ。悪いな、フランキー。効かねえな。これだ。どんとこよ。相手してやる。の技術力味わわせてやる。フランキーアイアンボクシング。くそ、体がしびれて動かねえ。打ちのめしてやるよ。ここまでか。まだまだ。くそ、体がしびれて動かねえ。効かねえな。悪いが加減するつもりはねえ。竜巻。
よし、やるか。今行く。コンカッス。あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎる。早くねえよ。今は一人じゃねえからな。俺の後ろには仲間がいるんだ。まさに満身創痍やな。この怪我で海軍大将が相手では分が悪い。加勢させてもらうぞ、ルフィ。ジンベ、行くぞ。いや、セカンド。お前の爺さんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。エズラとスパーラ。あらら、こりゃまた珍客だ。今度はクロコダイル、お前さんもか。こんなルーキーに加勢するとは、七部会も安くなったもんだね。邪魔ねえな、麦わら。お前は、ワニ。長い牢獄暮らしで体がなまってやがる。肩慣らしにはちょうどいい相手だ。邪魔って突っ立って。こんなところで立ち止まらねえ。俺は絶対たどり着く。わしも少しは役に立たせてもらおう。全く、クロコダイル、あんたが他人の助太刀とはね。勘違いするなよ。俺は俺の目的のためにてめえらの相手をしてるだけだ。あんたはもう少し利口だと思ってたんだが、少し買いかぶりすぎたかね。そうじゃな。こちらはこちらでなすべきことをするまでじゃ。俺が。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットガタリング。あんたらも運が悪いね。アイスブロック、パルチザン。いけんじゃねえか。ぬぼれんなよ、小物が。傷がつけば血も出る。やりなり、ムラサメ。あららら、天の村雲。ロニアの俺が凍結だと。なんの出血くらいでどうこうなるわしではないわ。あんたらも運が悪いね。アイスブロック、パルチザン。腕が鳴るよ。
凍結だと。なんの失血くらいやりなり。ムラサメ。なんの。天の村クモ。なかなか味わえない感覚だな。ここは任せてもらおうか。この俺がグランドセッコ、グランドデス。あららら、君厄介そうだね。なんの失血くらいでやりなり。ムラサメ。いけるか。いや、サード、ゴムゴムのギガントピストル。おいおい、マジか。アイスブロック、パルチザン。登れんなよ、小物が。なんの失血くらいでどうこうなるわしではないわ。追い詰めたと思われちゃ困るね。なかなか味わえない感覚だな。やりなり、ムラサメ。びっくりしたね。おお、そうでないとね。ささささ、サビー。こりゃなんとも。なかなか味わえない感覚だな。無駄だ。おら、あらら、こりゃ、ま、やさかにのまがたま。めちゃめちゃ効いたぞ。ふざけるな。傷がつけば血も出る。やりなり、ムラサメ。びっくりしたね。ささささ、サビそう、やべえな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。おー、ここまでかね。守り手もはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。待ってろ。仲間のことを思ってる人たちがお互い傷つけ合うの。